あ、仕事と本当に妊活で何回も出ていますので、一番悪いのって言うとそうだな、健康がちょっと健康、この辺がまあまあプライベートがの方にすごく寄る方のカードで、はい、じゃあまあ仕事運からいきましょう、はい、仕事運、王様のカードの聖地でございます。王様の聖地いただきました。聞くからに良さそう。良き王、良い王、聖地なんで良い王って意味で、良い王は国をしっかり回せる、はい、こう仕事に関しては今まで種まきしたことを含めてそれを回収できてうまく回していけると、良い地盤作りというか、まあ、王様としての地位を築けるというか、まあ、もう本当にこう仕事は良い方向に転がりがちです。でもう種まきも回収できて、その聖地づけてこのカードなんで、本当にみんなを幸せにするためにいろいろ回してくれるという王様なんで、カードなんで、仕事に関してはこの時期本当に今まで種まきしたこととかがしっかり回収できて、それでその回収できたこととか、あとそうですね、いろんな人たちにいろいろしてきたことがこう地盤がしっかり固まってきて良い方向に転がっていく時期なんで、仕事はこの時期本当にいいと思いますよ。何かこうやりたいのであったら、やりたいのであればしっかり回収できる時期なんで、どんどんやっていったらいい時期ではあるんですけど、健康が健康がちょっと新しいこととかはちょっと無茶しがちなんで、まあすごくこんな人生があるんだ。だから本当にいろいろ、そしてできる時期なんですよ。いろいろできる時期だし、自分でしっかりこうみんなをいいように回していけるっていう時期にあるんですけど、ちょっとこう方法それに対して無理しがちという感じになってくるんで、まあちょっと複雑な心境というか、すごくいいんですけど体がついてこないという感じにもなっちゃって、でもこの時期正直言うと仕事がすごくいけばいくほど健康とか家庭、相手に甘えがちとかいうなりがちなんで、ちょっとまあいい時期なんで、体のことも無理せずに良い方向に転がる方向で考えていた方がいいかなという、はい、しっかり休みも取れるタイミングとかそういうのをしっかり作りながら仕事を回していく方向に無理せずそういう風にしていったりというのも方がいいのかなって感じですね、はい、で金は、世界、ザワールド、はい、世界のための聖地が出てまして、このカード、タロットにおけるカードの中で、はい、一番最上級の意味を持ってるカードです。最上級、始まりとかいう意味を持ってて、これが逆位置だと逆に終わりとかいう意味になってくるんですけど、はい、もう最上級の一番こう自分の世界を築けるとかそういう感じのカードが出てまして、はい、それの金運に関するこの聖地なんで、お金はこの時期正直言うと結構良い方向で入ってくるカードなんで、しっかり入ってくる時期ではありますし、はい、もし入ってこなくても使うとしてもそれを良い方向に自分の次のステップに進むための投資としてもすごくいい方向に行く、新しい始まりとしての意味でも使えるカードだし、金に関してはこのカードが金に入れるんだったら申し分ないです正直。そんなにいいんですか。始まりなんで、ここお金に関して自分がしたいようにして大丈夫な時期です。先生あの、はい、私ちょうど旦那さんと家を買おうっていう話をしてまして、で、まあ、もちろんあの今から動き出す感じなんですよね、この3ヶ月以内に契約したらいいと思いますよ。地ってそのお金を買って拠点を固めたことによって、またもしかしたら仕事に別の幅が出てくる可能性でもあったりするので、はい、こうゆとりができる家とかがあれば心にゆとりができるんで、それでまた仕事とかも見てきますし、そう考えたら健康とかももしかしたらちょっとこう無茶しても家に帰って、しっかりゆっくり休めるとかやってくるので、はい、まあまあだからちょっと悪いなってぐらいのことでもちょっとお金をはたいたらお金をはたいて健康を買うというか、あ、まあ、ちゃんと整骨院行ったりとか、ね、そう払えばしっかりこうリフレッシュができるという。旦那さんにたくさん小遣いやろう。しっかりこうそうですね、そしたらまあ甘いでもいいよ、甘いでもいいよってなるかもしれない。お金もらえるんだったらどんな旦那さんだよ。
ギャンブル、ハーミット、忍者のカードの、はい、それ聖地です。聖地コード。聖地ですね。忍者のカードです。知識を司るカードのカードなんですけど、はい、まあ知識のカードなんで、まあ、頭でっかちとかユニミンとかもあったりするカードなんですけど、ギャンブルにこれが出てるときはですね、はい、すごくそのギャンブルに対してすごくこう、はい、そこに勝つための計算とかそういう知識とか情報とかがあるんですけど、一歩踏み出せないっていう時期なんですよ。こうあるけども、あるし、もうこれ多分8割9割勝てるだろうっていう感じで自分の中ではあるんですけど、その最後の一歩が、いやもしかしたらこの1割でっていうところで踏み出せないっていう時期なので、踏み出してください。はい踏み出してください。はい、やっぱ勝負って不安になるじゃないですか。そう、私ビビリなんで優柔不断なんですよ。この時期はしっかりそういう条件が揃いがちな時期なんで、勝負していきましょう。勝負します。で、まあ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 、総合見る前に先にちょっと全体を参考までにのところになりますけど、はい、全部開いていきますね、はい。まあ、ちょっと恋愛とかになるんですけど、はい、今この時期ですね、はい、ちょっとこう騙そうと思って、騙そうと思って近づいてくる男性が多い時期なので。私に、はい、私を騙そう、騙そうと思って、まあ、下心を持って近づいてくる男性がすごく多い時期なので。これですか。はい、これ何ですか。力のカードの逆位置が出てまして、はい、力のカード、タロットにおける力のカードなんで、愛の力っていう意味なんですよ、はいはい、の逆位置が出てるんで、ちょっとだから下心とかいうのを持ってこう、あなたのこと好きですよみたいな感じで、大好きだからみたいな感じで、それに勘違いしそうな時期というか、そうそう、私はキャンプで不倫になっちゃいます先生。もうそれも奪うだけも奪ってやろうぐらいに勢いで近づいてくる男性がすごく多い時期なんで、ちょっと今日恋愛系とかは気をつけていきましょう。はい、はい、女一筋でいきます、はい。教師のカードの正位置が出てまして、そのまま教師のカードの正位置、この時期ですね、はい、そうだな、旦那さんのこう意見とかをしっかり聞いてあげた方がいいんじゃないかなっていう感じです。しっかりこう参考になることとか、ためを持って言ってくれることとかすごく多い時期にあるんで、しっかりこう旦那さんの話とかもいろいろ聞いてあげて、いろいろこう一緒に考えていこうってしてする姿勢を持っていくと、より良い夫婦生活になっていくんじゃないかな。はい、甘えすぎるんではなくて、はい、しっかりこう相手の話を聞いてあげてっていう感じにしていった方がいいんじゃないかなって感じですね。はい、これもまたちょっと ふんわりした意味の感じのカードなんですけど、はい、運命の輪のカードの逆位置、これ旅行運なんですけど、はいはい、旅行行かれる予定とか今のとこあります？今のとこないですね。旅行はこれちょっと漠然とした意味合いのカードになるんですけど、はい、旅行はこの時期、旅行行くとあんまりいいことないです。純粋に楽しめないというか、こう運命の輪のカードが逆位置なんで、運命の巡りが悪いっていう、悪い方向に進みがちなあれなんで、この時期まあ楽しめないというか、純粋楽しめないっていう感じなんで、旅行は正直、はい、今の時期はあんまり行かない方がいいのかなって感じです、ね。冗談もありますしね、はい、ちょっとよろしくします。ああ、とんでもないで分けました。これも見てわかります。ザ・デビルの逆位置です。悪魔のカードの逆位置で、これ一番悪そうだな。悪魔のカードってすごく難しいカードで、はい、悪魔って願いを叶えてくれるんです。悪魔の契約って悪魔が願いを叶えてくれるじゃないですか、はい、でも代償は命だったりとかするじゃないですか。これ何のカードでしたっけ。デビルの友情です。友情の悪魔のカードは逆位置が出てるので、はいはいはい、この時期、友情に関してはそんなに悪くはないです。ただこう悪くはないんですけど、はい、何かどこか自分の満足できないというか、スッキリできないというか、友情系は本当に全然傍から見てこう自分で考えても、あ、でもいい友情関係だなって、いい感じでいろいろ新しい友達とかもできていい感じだなと思うんですけど、どこか満足できないというか、すっきりしないというか、ちょっともやってする、もやってたりとか、こうすごくいい友達なんですけど、その友達のちょっと悪いところが 見えてきて、ちょっと気になるというか、自分が嫌なやつになっちゃいますね。そういう時期なんで、悪いところがあったともしても、そこを未来振りにした方がいいかもしれないですね。なるほど、はい。あ、せっかくチャリオット、戦車のカードの逆位置です。チャリオット、戦車のカードの逆位置、はい、これ2頭の馬が履いてあると思うんですけど、そうですね、2頭の馬、それ、片方の馬が、心、精神を表す馬で、もう片方が身体を表すっていう感じのカードなんですけど、身体のバランスっていう感じのカードなんですよ、はい、それの逆位置が出てるんで、心と体のバランスが崩れやすいという感じのカードで、まあ、ズバリなんですけど、ズバリですね、すごいね。ちょっともう
この時期いろいろこうやっていきたいって気持ちもあるけども体がどうしてもついてこないっていう逆に今日体は万全なんだけど気持ちが合わないなっていう感じとかの、まあ、体が悪かったらもちろんちょっと気をつけてもらわないといけないですけど、はい、まあそれも含めて多分ちょっと無理しがちという感じになりそうな時期なのかなっていう感じですね。はい、トラブルトラブル、ジャスティス、正義のカードの正位置が出てまして、ジャスティス正義のカード、正義のカード、正しいこと悪いことをしっかり判断できるという時期です。だからこの時期トラブルが起きてもそんなし、心配しなくて大丈夫です。しっかりそのいいこと悪いこと判断できるんで、はい、そもそもトラブルになる前にしっかりこううまく回避はできていくんじゃないかなと。逆にトラブルが起きてもそれがいいことは悪いことを適切に判断できるんで、こう良い方向良い方向に解決できるんじゃないかなという時期であります。怖がらず逆に、抱えてるトラブルとかが今あるんだったらこの時期にしっかり解決していった方がいいかなっていう、トラブルに対して適切に判断できて良いこと良いことの方をしっかり選べるっていう時期なので、はい、そんなに怖がらずにやっていっていいのかなっていう感じです。はい、最後になりました。総合のカード2のカードですけど、総合逆さずりの男の逆位置です。逆位置、はい、逆さずり、これ自己犠牲を象徴する感じのカードなんですけど、それの逆位置が出てるので、はい、まあ、ちょっとこの時期、総合的に見て頑張りすぎかなっていう感じのことがすごく多い時期になりますね。なるほど。それも健康とかで、健康とか仕事とかもあるんですけど、こうやらなくていいほどのテンションの上げっぷりというかこれぐらいのテンションでいいはずなのにそれをさらに上まで行き過ぎるところ、まあ、カラナージアなんですけど、はい、力をやたら入れすぎというか張り切りすぎの場面とかがすごくあれなんで、もう少し肩の力を抜いて、はい、こうそんなに無理しなくても結果はまあここしっかり来るから、はい、まあ、だからさらに良い方が良い方向を求めすぎなのかもしれないですね。こうしっかり体と話し合って無理しすぎずにもう適度に肩の力抜いて自分のできる範囲のことをしっかりやっていけばいいんじゃないかなっていう感じです。はい、安井さんありがとうございます。全然全然、いや本当にちょっといろいろ思い当たる節がありすぎてちょっとビビったぐらいなんですけど、ちなみに私こうやってまあ、ね、あのお仕事でつながわせていただいたご縁なんですけど、はい、ぜひこの動画見た方見てほしいっていう方は、まあ、どういった感じで、ですね、まあ、全、はい、みんなができるといえば、私、電話占いサイトで電話占いフルゴラっていうところに所属してまして、電話占い、はい、フルゴラで検索してもらったら、はい、その電話占いのサイトが出てまして、そこに早見っていう形で出てますんで、はい、URL 書いてありますけど、はい、そこに所属してますんで、はい、そこを調べていただければ、はい、まあ、そこいろ他にもいろんな占い師さんがいるんですけど、そこの中に一人としてやってますね。あとはそうですね、口コミでこんな感じでやってるってるんで、はい、僕を捕まえていただければ、はい、今日こんな感じでファミレスでやってますけども、ちなみにその料金っていうのはいくらぐらい？料金ですか、はい、1回これ今日見たこんな感じのことを1回2000円でやってます。はい、2000円で見てもらえるんですか、これしっかり。そのこの対面はですね、対面は2000円、はい、電話占いだとちょっとそのサイトが定めた料金っていうのがあるんで、まあ見ていただいて、電話占いとすみません1分230円いただくことになってるんで、はい、いう感じですね。なるほど。もしロケの途中で、はい、これ音声やってますんでロケで見つけていただいて合間があれば合間があったりとか、まあ、はい、うまいこと連絡先を交換できれば、はい、タイミング合わせてすることもできたりすると思うんで、はい、ありがとうございます。今日は本当にこの2021年はちゃんと気をつけるとこ気をつければいい1年になりそうですね、はい、仕事も出だしは間違いなく仕事とかのスタートだしはかなりいい、はい、本当先生今日どうもありがとうございました。よかったらですね、先生の占いを受けてみてください。グッドとバンと、チャンネル登録よろしくお願いします